それでこれを読んでいただいて、さらに心に携帯当てていただいて、 大音量で聞いていただくと、あの臨場感が増しますので、どうぞあそこの椅子に座って。ここがスタート位置にありまして、私が扉を開けるとすぐ手前に扉、あの階段が見えますけど、行かずにすぐ右に曲がっていただいて1階から散策をお願いします。チェックポイント1位が101か102どちらかにありますので、この矢印通り進んでいただければ両方回れますので、この矢印通り進んでください。2階に上がっていただくとすぐ左側に大広間が見えます。で、大広間の一番端っこにチェックポイント3がございます。3階へお進みいただくと、正面左側に、あ、正面右側に306号室最後のチェックポイント5がございます。で、もしリタイアされる場合は大きな声でリタイアしますか？大丈夫ですか？あ、大丈夫です。心の準備は、はい、ではこれから警備スタートになります。それでは、いってらっしゃいませ。作り込んでますね。さっきスタートして、ああでもここ、あ、ここですね。この多分奥にあるんですよ、多分。なんか、お、繋がってます。なんかいるかもしれないです。でも、ここだけ。テープが、あ、大丈夫か。と、どちらかにあるっていう形で、こっちから行ってみましょう。ないですね。さっきのところじゃないですか。ちょっと戻ってみますか。もう明日トイレ入れますか。まさかの。ない。ないですね。多分男子の。え？あれです。ああ、お願いします。クリアです。行きましょう。あ、じゃあ。
曲がってきたのがここなんで大広間、ね、あ、じゃあここってことですかです、ね、あれな、あれなんか書いてますね、なんか行ってみます、あれ、あれ、なんですか、なんでしょうね、ちょっと、ちょっと行ってみますか、なんかいるかもしれないですね、なんかカタッと落としたんで ありますね、すごいですね、これ。これスピーカー？あ、違う。コンロですね、これ。ここが大広間で。宴会、宴会場みたいな。わかります？とか、そういうとこですね。これは入れない今日はちょっと見てあですよね、あいいですよ全然せっかくなんで、なんか、はい、クイズに集中しちゃうとちょっとあれですよね。わりかし綺麗な。ですよね。手が込んでますね。ですね。あ、なんかありますね。レベルが高かったですね。まあ、なんかお食事を1階とか2階にエレベーターで、ね、ありますね。こんなのあったんですね。すごいですね。昔のあれですね。階段の雰囲気がありますね。ねえ、なんかちょっと小学校の時代をちょっと思い浮かべるような。この階段で1階まで、306ですか？306ですよね。4っていうやつは飛ばしてるんですね。あ、なんか不吉なやつってですね。これですか？5です。あ、306ですね。ですよね。なんかいるかもしれないです。間違いない。多分なんかいます。なんかあれですね、分からんくなりますね、なんか、うん、ちょっとあとは写真タイムみたいな写真、自分もちょっと
失礼取れましたか。あ、いい感じですね。なんか最後なんかありそう。大丈夫ですね。なんか落ちでなんかあるかなと思ったんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらね。